テストピラミッドで考える継続する AWS サーバレスアプリケーション自動テストについて発表させていただきます。 CX 事業本部デリバリー部の、はい、吉川と申します。よろしくお願いします。はい、でご紹介なんですけれども、デリバリー部の LINE グループでフロントエンドからですね、サーバーサイド AWS インフラまでいろいろやらせていただいております。今そこに URL をですね、貼ってるんですけども、最近は結構全でブログを書くことが多いです。京都市出身です。ちょっと関西弁が残ってたりするんですけれども、大学はですね、法学部卒でして、もともとはちょっとエンジニアプログラマーじゃなかったんですけれども、途中で転職してですね、なった身でして、プログラマーになって多分4、5年ぐらいです。今はですね、結婚の都合でですね、広島市に住んでまして、ふるさと勤務しております。はい、早速本題なんですけど、皆さん自動テストしてますかというところでですね、私自身は自動テストが大好きですと。サーバレス案件を今のところでやることが多いんですけれども、まあそこで結構自動テストおじさんみたいなムーブしております。まあところでですね、まあ、この前ですね、知り合いのエンジニアと飲んでてですね、まあ前職の同僚だったんですけど、なんかラムダ使ったサーバレス API はちょっとテストしづらい感じがするっていう、まあ、意見を聞くことがありました。あと、まあ実際案件をやってる中でですね、フロントエンドのまあテストは結構薄いな、薄いとかあんまりないなって感じるような案件とかをですね、ちらほら見るような気がしてます。まあ、なので、まあ今までですね、自分、結構自動テスト好きっていうこともあって、バックエンド、フロントエンド、そしてサーバーレスアプリケーション全体に自動テストをですね、被せる戦略を今まで自分なりにですね、考えてきたので、ちょっと今回共有したいなと思っております。で、自動テストっていうのは、まあ最初に整備するだけじゃなくて、いかに継続できるかっていうのも大きな課題になってくると思いますので、続けられる自動テストのためにですね、テストピラミッドの考え方っていう、まあ、そういう切り口で、ちょっと今日話してみたいかなと思います。はい。次なんですけれども、まず、なぜそもそも自動でテストしたいのかっていう話からしていきます。で、まあ、ひっくり返してですね、逆に手動テストオンリーで品質担保していきますっていう場合を考えるとですね、これそもそもかなり茨の道だと思うんですよね。手動テストオンリーで行くとですね、原則、まあ、リリース前に、そのサービスとかソフトウェア全てをですね、手動テストしなければならないと思うんですね。どうしても、その特定のその場所だけ、コードのこの部分だけ修正みたいな感じでやったとしても、結局やっぱりソフトウェアっていうのはそれぞれ影響範囲っていうのがなかなか完全には読み切れないところありますので、結局のところ全部その、まあ、スプレッドシートで管理しているテストケースを、全部やり直してからリリースみたいな。慎重に考えるとそういう風にちょっと倒れるんじゃないかなと思います。その上でですね、手動テストの工数っていうのはリリース前に基本的には増え続けます。まあ、なぜかというと、コードベースっていうのはどんどん大きくなっていくので、まあ、それに対してですね、全部テストやり直すことを繰り返していると、まあ、どんどん負担が増えていくということになるかと思います。例えば、まあ、案件でですね、まずフェーズ1リリースして、で、機能追加してフェーズ2リリースしてみたいな案件を想像したときに、最初フェーズ1リリースするときは、フェーズ1で作った範囲のテストを、まあ、すればいいんですけど、フェーズ2ってリリースするときは、フェーズ2機能もですが、フェーズ1でやったところもテストすることになります。でフェーズ3リリースするときは、フェーズ1、フェーズ2の部分もテストすることに、まあ、なってしまいますと。まあ、こんなイメージですね。で、すべて、まあ、手動、まあ、人力のテストでカバーしようとすると、まあ、フェーズ1のフェーズを追うごとにですね、必要人員の増加っていうのがどうしても激しくなりやすいと思います。こんな感じの図で説明をしているんですが、まあちょっと繰り返しになるんですけれども、フェーズ2の時はですね、フェーズ1と2の範囲テスト、ここも含めてテストしないといけないと。3の時はですね、1、2全部含めてテストしないといけない。どんどん必要人員が増えていく。で、リリースが重なるごとに、まあ必要人員増加しますし、それによってですね、まあ開発速度の低下っていう部分にも影響してくると。あとは、その変更に必要なコスト、心理的な部分も含めて非常に重くなります。要はその変更するたびに人力で全部テストし直さないといけないので、まあ、変更したくないっていう気持ちにちょっとなってしまうというか、そういうのを含めて重くなるし、言語のランタイムですとか、ライブラリーですとか、あと周辺ツール類のアップグレードっていうのが、もうちょっとやらないでおこうみたいな、敬遠されがちになるのかなと思います。これは、まあ一番まずいところで言うと、基地の脆弱性放置につながってしまうっていうのが一番まずいと思いますね。あとは、新機能っていうのはその言語でもライブラリでも新機能はどんどん出てくると思うんですけれども、本来それを使えていれば出せていたはずの生産性が出せない。そこによる生産性の影響ですとか、あとはその追加でプロジェクトしばらく進んでから、まあ追加でこういうライブラリ入れたいです、こいつと入れたいですってなった時も、すでに入れてるライブラリとの依存関係があるときに、バージョンがあまりにも古いままだと互換性がなくてですね、入れられないみたいな、そういう障壁になるっていう可能性もある。結構厳しい状況になってしまうということなんですよね。なので、やっぱり自動テストっていうのをしっかり整備する必要があるんじゃないかなと思います。で自分がまあ自動テストの恩恵として考えているのは、主に次の3つでして、まず品質の観点、それから、オンボーディングの観点、それからまあ変更可能性の観点ですね。まず品質の観点からなんですけれども、まあ、自動テストは規模によるので何ともなんですけど、数秒から
数十分ぐらいでですね、大体すべてのテストをやり直すことができることが多いかなと思います。はい。で、手動テストと比較してですね、機械がやってくれますから、基本的にそのミスとかオペレーションミスではないと。なので、常に均一な品質でずっとテストをしてくれるというところはメリットかなと思います。あとは、手動テストの場合は、まあ、単純にその必要な人力の手間っていうのが増えちゃうので、なんかそのテストケースっていうのをスプレッドシートに新たに追加するっていう判断はちょっとしづらいと思うんですけど、自動テストの場合は、まあ、機械が勝手にやってくれるわけなので、テストケース増やそう、どんどん増やして、穴を塞いでいこうっていう判断も、まあ、かなりしやすいっていうのはあると思います。まあ、結果としてですね、まあ、全体的にやっぱり品質を都度、人力で全部保証するのと比べると、品質を積み上げるっていう感覚を持ちながらやりやすいのかなと思います。あと、まあ、オンボーディングの観点、プロジェクト大きくなってくると、新しいエンジニアの人とか招いてやっていくっていう、必ず出てくると思うんですけれども、まあ、そういう時にですね、やっぱりテストコードがあると、やっぱりオンボーディングしやすいのかなと私は思ってます。テストコード自体が仕様書になるっていうのをよく言いますし、まあ、関数ですとか、プラスの期待値っていうのもテストコードを見れば結構伝わりやすい、わかりやすいかなと思います。あとはですね、新しく入ってきたチームメンバーに対して、開発ですとか、機能変更のですね、依頼投げたときに、まあ、あとはその変更した後に、要はそれが既存の何かを壊してしまってないかっていうのが、ちょっと心配だと思うんですけど、まあ、自動ですが全パスしたらもうその影響については OK ですっていう、そういう仕事の依頼の仕方が可能になるので、開発チームがスケーラブルになるっていうところは大きいのかなと思います。あとは、変更可能性の観点ですね。変更可能性、まあ、変更容易性ですね。ソフトウェアっていうのは、ハードウェアじゃなくて、ソフトなので、変更可能であるということをやっぱキープし続けなければならないのかなと思います。クリーンアーキテクチャ本の受け売りです。なんでなんだろうと、まあ結局やっぱりどうしても、なんですかね、ソフトウェアってやっぱりどんどん変化していくんで、機能追加とか仕様変更にやっぱ耐えれるような状態を維持する必要があるから、あとは開発速度を落とさないため、そして、ランタイムライブラリ周辺ツールをアップデートし続けなければならないからですね。まあ特に脆弱性っていうのはどんどんその発覚していきますので、常に最新まで保つことで、やっぱセキュリティ的にもですね、追従していく必要があるのかなと考えています。で、まあ、もし自動テスト基盤をまあ理想的に積み上げられたならば、フェーズ前の必要人員の増加っていうのは緩やかになるはずと、自分は思っています。はい。信じていますということですね。なので、まあ、でもまあ、自動テストすればじゃあ、完全にそれは人員の増加ないのかというと、自分はあると思うんですけど、自動テストのこのロボットの、この絵文字がこう、自動テストを組んでこう働いてくれてるイメージなんですけれども、こういう自動化の力っていうのを借りながらやっていくことによって、必要人員の増加っていうのは緩やかになるかなと思います。で、まあこれは自分のっていうか、まあある程度そのクリーンアーキテクチャ本とかですね、あと有名な講演、出動スピードっていう講演のところとか見ながらちょっと考えたことなんですけど、いわゆるちょっと厳しいだっていう状況になってる案件は、この赤色の線みたいにどんどんですね、ある機能開発変更に要する工数が増えていってしまうっていう感覚がありますと。それに対してですね、逆にリリース回数を重ねても、機能開発変更に要する工数っていうのは、そこまで増えない。むしろどんどん安定していくっていう状態を目指した方が、結局やっぱある点で生産性がですね、非常に安定してくると。逆に今こっちだともう青天井にどんどん指数関数的に下手したら増えていくので、ちょっともう日常差しもいかなくなっちゃうみたいなこともありますので、まあ、こういった前提に立ちながらですね、考えていますと。で、自動テスト基盤を構築することで、まあ、ちょっと青色に近づくんじゃないかって、まあ、私は思っているということですね。ボスの爆発は抑えられるんじゃないかと。この基盤になります。あるはずですと。で、それで、自動テストに関して、まあ、こういう声を聞くこともありますというのがあって、自動テストに費やす、まあ、コスト、メンテナンスが辛いですね。自動テストっていうのは、まあ、本来ですね、効率化とか合理化のために導入しているはずなんですが、逆にそれが現場を苦しめてしまうっていうことも、まあ、聞くことがありますと。まあ、その件は無視できないですよね。例えば、テストを書くのにそもそも時間がかかりますと。あとは、テストを実行するのに時間がかかる。なんかこう、30分とか40分とか待たないといけない。で、あと、たまに失敗するテストがあるっていうのも結構厳しいですね、こういうのがあると。あと、仕様変更とかがあると、なんか一気にたくさんテスト壊れるみたいな。こういうのがあると、なんか、せっかく楽になるために自動テスト書いたのに逆にしんどいみたいなことになっちゃうと。で、これを自分は自動テストのメンテナンスコースが爆発してしまう問題っていうふうに思って認識してます。まあ、結局のところ安定してて高速で、あとまあ低コスト、まあ、テストをですね、厚くして、不安定、低速で、あとコストが高いっていうテストをまあ、で、少なくするという考え方がいいんじゃないかなと思います。まあ、テストピラミッドになります。テストピラミッドっていうのは別に僕が考えたものではなくてですね、いろんな先人が考えた考え方なんですけれども、新しいテストを追加するときはまずユニットテストに対応できないかを考えると。テストは常にピラミッドの並べく下マスを見えるようにする。はい、ちょっとこれ作ったんですけど、上に行くほど不安定で低速で高コストなテスト、下に行くほど安定で高速で低コストなテストってなってます。
で、まあ、これ見ていただくと分かるように、まあ、下にこの面積大きいですよね。ということは、下のこう安定高速低コストなテストをできるだけ多くして、上の不安定低速高コストなテストをできるだけ少なくするっていう、まあ、それだけのことなんですけど、っていう考え方ですね。自動テストを作るときは、この配分をまあかなり意識する必要があるっていうのが、まあ、この発表の趣旨なんですけど、まあ、この形に近づけることで、続けられる自動テスト基盤になると思っています。で、ここで UI テスト、投稿テスト、ユニットテストっていう言葉がまあ出てきたんですけれども、まあ、結構この辺何を指すかっていうのがブレがちだと感じます。で、まあ書籍だと、まあいろいろこれはこうなんですよっていう定義あるんですけど、今回はですね、Google のテストサイズっていう、まあ、結構有名な指標ありますので、こちらを参考に基準を考えてみたいと思います。それが以下でして、スモールが DB を使わない、ネットワークアクセス発生しないファイルソースがない、ミディアムが DB 使用するネットワークアクセスはローカルホストのみにファイルソースがある。ラージは DB を使用するネットワークアクセスがある、ファイルソースがある、外部システム連携があるみたいな。これはテストサイズにそのまま持ってきたもんじゃなくて、まあ、ちょっとこれを元にちょっと自分が圧縮して考えた仕様なんですけど、まあ、ちょっとこの定義で進めます。はい。はい。で、この、まあ、これ SML と言いますけれども、これで考えたテストピラミッドがこちらです。まあ、そのままユニット統合、いわゆる入れ替えだけなんですけど、こうすることでちょっと定義が厳密になったかなと思います。さて、AWS サーバレスアプリケーションに対して、まあ、実際にじゃあどうやって適用していくのかっていうところなんですが、まあ、ちょっと過程をちょっと作っていきたいと思います。はい。まあ、こういうアプリケーションだったとしますっていう。ウェブ上の会員証アプリケーションですね。で、このアプリケーションには、会員登録とか、会員情報表示とかなんか読み取らせる用のこう QR コード表示だったりとか、となんかこう、ポイントみたいなのが溜まったりとか使えたりとかしますみたいなアプリだったとします。そして、まあ、結構込み入ったロジックっていうのは、比較的フロントエンド側よりもバックエンドに寄ってるような、ものだったとしますと。そういう前提で考えていきたいと思います。はい。まあ、これも仮定なんですけれども、技術スタックは、まあ、こんな感じであったとします。まあ、実際、自分が携わる案件はこういうスタックが、まあ、多いです。はい。フロントエンドはリアクト、タイプスクリプトで書いてるリアクトで、クラウドフロント S3 にホスティングしている。で、バックエンドは Node.js を使ってタイプスクリプトでこれも書きますと。API ゲートウェイラムダ、ダイナモ DB。API ゲートウェイの部分は、まあ、アップシンクだったりすることもありますと。が、まあ、一回、今回は API ゲートウェイで考えられます。で、IAC はですね、まあ、先ほど山田さんも発表されてましたけど、まあ、CDK よく使いますので、これ前提で考えます。まあ、だからフルでタイプスクリプトで管理しているような感じですね。はい、ちょっと構成図作ってみました。まず、バックエンドのテストから考えます。ですね、バックエンドに関しては、自分は結構その、伝統的なレイヤードアーキテクチャがまあ好きなんですけれども、バックエンドはまあ DI ベースのですね、結構大元なレイヤードアーキテクチャがハマりやすいのかなと自分は思っているので、よく使います。で、まあいろいろ命名の仕方も流派とかあると思うんですけれども、まあ、一旦自分はまあこんな感じで命名することが多くて、ハンダー層、ユースケース層、ドメイン層、インフラストラクチャー層みたいな感じでやることが多いです。で、まあポイントはですね、AWS ラムダに依存するようなコンテキストみたいなところは、ハンドラー内でにまあ、閉じ込めておくことですね。逆に、DynamoDB とか S3 みたいなところはインフラストラクチャー層に閉じ込める。それらが、ユースケースとかドメインは、まあ、これらに全く依存しないように作っておくと。特にですね、インフラストラクチャー層に関しては、まあ、必ず、まあ、ドメイン層、まあ、ここはユースケース層っていう流派のもあるんですけど、まあ、ドメイン層に定義したインターフェースから、必ずインフラストラクチャーを扱うみたいな感じの、まあ、よくある、まあ、DI でインターフェースでみたいな。やつですね。で、まあ、こうすることによってですね、アプリケーション大部分をですね、スモール、ミディアムテストですることができます。ハンドラー以外のユースケース、ドメイン、インフラストラクチャーに対してやっていくと。でまず、スモールテストなんですけど、これは、まあ、いわゆるドメイン層っていうところに、まずしていくと。ここ、最も依存が少ないので、最もスモールテスト用意な層になっている。まあ、ここで集中的にまずしていくと。で次、ユースケース層ですね。ユースケース層は DB 操作とか、いわゆるそのリポジトリみたいな抽象化の仕組み使って、DB 操作とかしていくんですけど、それはまあインフラストラクチャーっていう部分はですね、DI して扱っているので、これはスタブとかモックに差し替えて、スモールテスト可能になっています。なので、データベースとかに一切依存しないテストがここでは可能になっているので、まずここを集中的にテストしていきます。次、ミディアムテストですね。はい。ミディアムテストはですね、まあ、DB をまあ含んでもいいっていうテストなので、ユースケース層とドメイン層とインフラストラクチャー層は行き着かれ同時させる。テストを書きます。で、DynamoDB とか S3 に関しては、まあ、本物を使うっていう手もあるんですけれども、ロッカーイメージで提供されているエミュレーターを利用することが多いです。ローカルスタックとか、DynamoDB ローカルと、読み方合ってるか分かんないですけど、まあ、ミニオっていうなんかその S3 互換の、なんか動画上でこう使えるようなものですね。これを組み合わせですね。ローカルでも、ほぼ本物に近いです、ね。
ダイナム DBS 推定テストできますし、それをそのまま CI に持っていって動かすこともできるので、とてもまあ便利ですね。そのあたりはやっぱり AWS のコミュニティエコシステムがやっぱり強いっていうところがよく出てるなと感じます。で、次、ラージテストなんですけども、でラージっていうのは、もう、最も基本的に制約ないテストなので、API ゲートウェイ、ラムダ、ダイナモ DB っていうのを、実際に本物の AWS にデプロイして、この API ゲートウェイのエンドポイントにリクエストを投げて、レスポンスをアサーションする。DB の状態をアサーションすることも、まあ、自分はあると思ってます。はい。DB の状態変わったってことはアサーションすることですね。で、こちらはですね、実行時間が長くて、結構不安定だったりもする。で、GitHub のプロリクエスト前などの実行はちょっとしないようにはしてます。今やってるやり方だと、なんか1日1回朝実行みたいな感じでやってますね。で、上の理由に加えてですね、ラージテストは作成するのも結構時間かかりますし、メンテナンスもコストも重めだと思います。である程度は留意しないといけない。まあだから一般的にはそれもラージテストの特徴ですので。なので、まあピラミッドの頂点に近いところにあるテストなので、まあ当然少なくする必要があるので、テストケースはまあ例えば正常系の操作のみなどに厳選するようにしています。じゃあ、コスト重くてメンテナンスも大変だから、まあそもそもラージテストしなくていいじゃんっていう考えもあるかもしれないんですけど、まあ自分はそれではこのテストを整備する価値は大きいと思ってます。例えばローカルでかなりテストをしても、結局やっぱ IAM 権限が足りてなかったりしてエラー出ることがあると思うんですけど、まあそういったところは一発で浴び出せますので、これはやっぱり正常系だけで今で用意しておく価値はあるのかなと思います。ところでですね、サーバレスバックエンド、まあテストしづらいって言われることがあるっていう話を冒頭したと思うんですけど、まあ、なんでそう言われるのかなっていうのを考えたときに、まあローカル環境でですね、API サーバーを起動することがやっぱ少々やりづらいっていうところがあるのかなと思います。で、これはまあテストピラミッドで見るとっていう話をするんですけど、まあこういうことですよね。今まで我々とか私が言ってきたのは、スモールテストできます、ミディアムテストもできます、ラージテストもこんな感じでやってますって話しました。この時はミディアムって分類してるんですけど、ここがまあサーバーレスでテストしづらいと言われがちなゾーンになってますと。見ていただいたらわかると思うんですけど、これ自分の考えなんですが、ローカル API サーバーテストをしなくても、実はテストピラミッド内で占める面積はあまり大きくないと考えることができるかなと思うので、なので、まあ、その他のですね、すでに紹介したその SML テストを拡充させることで、まあ、そこの部分はですね、別にカバーできるんじゃないかなと自分は考えています。なので、サーバレスバックエンドは別にテストしづらくはないんじゃないかなと思ってるという感じですね。で、まあ、ちなみにっていうところですね。とは言っても、まあ、そのサーバー側のコードを変更して、なんかすぐその API サーバーに反映して、ホストマンみたいな API クライアントにこうリクエストをこまめに投げて、レスポンス見るっていうサイクルをですね、こまめに回しながら開発したいな、みたいなニーズとかも当然あるとは思うので、まあ、そこを解決したいなっていう場合は、例えば AWS CDK で今、ホットスワックデプロイっていうものが出てまして、まあこれもちょっとコード量とかによるんですけど、結構なんか10秒以内ぐらいでデプロイして反映したりすることができるようになってきたようなものなんですよね。まあ、こういうのを使うと、まあコード変更してすぐ反映して、リクエスト投げてみたいなことがだいぶやりやすくなったんじゃないかなと思いますね。あとはですね、サムですとか、サーバレスフレームワークみたいなものを使うことで、ローカルサーバーとして起動することも可能らしいです。はい。っていうのらしいっていうのは、自分はちょっと やったことがないです。一応こういう方法もあるという紹介でした。あとは、まあ、フロントエンドのテストですね。あとは、次はか。バックエンド見てきたので、フロントエンドのテストなんですけれども、まあ、先ほどは、まあ、レイヤードアーキテクチャに、とか DI をがっつり使うことでテストしやすくなりますって話をしたんですけど、それをリアクトアプリケーションにがっちり当てはめるべきなのかっていうのはちょっと自分自身悩んでるところですね。で、フロントエンドに関してはですね、もともと自分サーバーサイドメインにやってきたっていうのもあってですね、ちょっと手探りな部分はあります。で、すごくなんか参考になるなと思ったツイートがあって、それをちょっと紹介してるんですけれども、特にまあ、リアクトフックスっていうのでちょっと変わったのかなと思うんですけど、モンキー型のレイヤードアーキテクチャっていうのらしきものって書いてますけど、ちょっと提供し、ほぼ提供できなくなるみたいな。まあ、で、だから別の方を考えた方がいいみたいなことを書いてますよね。まあ、確かにそれはそうだなと思います。じゃあ、アプリケーションがリアクトに結構こうベッタリ依存っていうかですね、つけつごになってしまってもいいのかっていう。まあ、やっぱちょっとそこも悩んだりもしますと。で、例えば、自分は結構クリーンアーキテクチャ分が好きなんですけど、まあ、フレームワークとかと特定のフレームワークと強く結合することをやめた方がいいみたいな話が、あったりしますね。まあでも、それもまあ、ありなんですかね、みたいなところでですね。ちょっと次のような意見、ブログで見つけたんですけれども、まあそれも、ね、結局まあ、決断の問題なんで、まあ、ここで書いてあるような、まあ、ライブラリの変更が緩やかで、十分に方向感性が考慮されていて、まあその変化がね、アプリケーション側で十分に共有できると判断できるんだったらいいんじゃないみたいな意見があったりしますと。確かにまあそうですよねっていうところでですね。まあ自分は、今のところの現時点の考えとしては、ライブラリとかですね、フレームワークとアプリケーションがですね、密結合してしまうことのトレードっていうのは十分認識した上で、まあリアクト、そしてまあ、フックスですね。
世界観に、まあ、割とこうべったり乗ってしまった方がいいんじゃないかなってスタンスに、まあ、なってます。そう判断した理由も書いてるんですけど、リアクトそのものは、まあ、ここ5年から、まあ、10年近く、10年はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ビューライブラリーメインストリームの地位をずっと保ってきてると思っています。それはやっぱ NPM トレンドとか見ても、結構圧倒的に使われてるライブラリであり続けているかなと思いますと。それからですね、振り返ってみると、リアクトって、まあ、例えばフックスみたいな、まあ、すごい機能追加、がっつりその機能追加ってのがあっても、クラスコンポーネントが廃止されることはなかったですし、破壊的変更は少なかったと思ってます。つまり、そのライブラリ変更は緩やかで、まあ、さっきの引用なんですけど、十分に広報互換が考慮されていて、そのライブラリ変更はプリキュション側で許容できるというふうに、やっぱ当てはまるのがリアクトなんじゃないかなっていうふうに判断しました。あとは、まあ、フックス自体に入ってから特に感じるのは、伝統的にはレイヤードアーキテクチャを提供すると、その噛み合わせっていうのはすごく悪いなっていうのを、まあ、感じたっていうのもあります。まあ、だからそもそも適用するのはやっぱ難しいよねって、個人的に感じているというところもありました。はい。ただし、まあ、リアクト周辺のライブラリ、サードライブラリみたいなものには、かなり注意を払った方がいいと、私は思っています。例えば、状態管理系ですとか、コンポーネント集とか、ルーティングとか、CSS、NGS、いろいろありますけど、この辺はですね、結構破壊的変更が多かったり、トレンド移り変わったりして、で、まあ、場合によってはもうメンテ終了しましたみたいな。OSS も今まで結構あったのかなと思いますので、これらの選定にはまず慎重になった方がいいと思っています。はい。まあ、最後実績、GitHub のメンテ状況、NPM トレンズ、こう、脆弱性が放置されたりとかですね。はい。まあ、ただまあ、慎重になって、なることで精度を上げれるかもしれないですけど、当然その次の波っていうのが来ますので、アップグレードして、ま、追従していくっていうことと、あとま、OSS をですね、乗り換えていくっていう戦略も必ず考えておかないといけないと思います。はい。まあ、それがもちろんですね、自動テスト基盤をいかに整備するかが、その一番重要な気になることは間違いないと思います。まあ、ところで、ちょっと Next.js にあんまり触れてないんですけど、自分はですね、実はあんまり使ったことない、なんとも言えないんですけど、Next.js もですね、React と同じようにアプリケーションを依存させる先としては、かなり、悪くないんじゃないかなと自分は思っています。なので、超ありだと思います。AWS にホスティングする場合は、まあ、決定版的な選択肢が、まあ、ちょっとまだないって、まあ、ないとか、いろいろあるがゆえにない、定まらないように見えるのが、ちょっと悩みどころではあります。まあ、もちろんいいことなんですけど、それは。アップランナーに載せるって言ってもあるし、アンプリファイに載せるって言ってもあるし、あとはまあサーバレスコミュニティのツール使うっていうツールもあるよねっていうところですね。話を戻しまして、フロントエンドのテスト方針は、まあ、現時点の考えとしてはですね、バックエンドから、全体に戻るんですけれども、バックエンドから、そのフロントエンドアプリケーションがバックエンドから受け取った情報をまあ描画することがメインで、あまりフロントエンド側にはコミットあるロジックが少ないですっていうアプリの場合ですね。まあ、こういう時はですね、まあ、今が自分が持ってるのは、プレイライトっていう、まあ、そのブラウザ上で Web アプリケーションを操作できるツールがあるんですけど、まあ、それと、まあ、MSW っていう、その API をモックできるツールがあります。このあたり組み合わせてですね、ある、そのミディアムテストを主力にしていくのが悪くないんじゃないかなと今は思っています。はい。要はそのバックエンドをモック化した、フロントエンド完結の UI テストってやつですね。で、これはミディアムテストの定義に当てはまるものと考えております。その他で言うと、まあ、ユーティリティ系の関数とか、ただの関数、結構ピュア寄りな関数って言ったらいいですかね。そして切り出しやすいロジック処理は、スモールテスト対象にできるので、当然それはスモールテストします。例えばデートインスタンスを、2の形式にこう、整形してフォーマットして表示するみたいな、何月何日みたいな表示したりとか、そういう処理とか、あとバックエンド API から受け取った、まあ、配列のフィルター処理とか結構シンプルなフロントエンドアプリケーションでも出てくる処理だと思うので、このあたりは結構スモールテストとしては結構そのなんていうの、王道な対象になってくるんじゃないかなと思います。あとはまあ、プレイライトスナップショートテストっていうのも組み合わせていくと、よりその、例えば CSS の崩れとか、気づきやすいんでいいんじゃないかなとは思うんですけれど、まあ、これ厳密にやりすぎると、これもまあ辛かったりはするんで、まあ、費用対効果考えながらやる必要があって、まあ、下で紹介しているまあ、前の記事とかがすごく参考になったんですけど、まあ、ちょっと緩めにやるっていうそのスナップショートテスト、いいんじゃないかなと思って、結構このやり方真似させてもらってます。はい。で、まあ、もちろん前提はありつつですね、フロントエンドのアプリケーションのテストは、結構逆ピラミッドによるかなとは感じます。ミディアムテストを中心とした UI API モック、ミディアムですね、UI API モックのテストが主力になってですね、まあ、細かい小さい関数に切り出せるようなものもテストはしていくんだけど、量的には多分ミディアムには少なくなるだろうなという感じですね。まあ、とはいえ、じゃあダメじゃんっていうことではないと思っているので、それはちょっと考慮します。で最後、アプリケーション全体のテストについてお話しいたします。じゃあ、ラージテストなんですけれども、アプリケーション全体一気通貫でやりますので、どうしてもラージテストになります。これは自動でテストするんですね。
本物の AWS にデプロイしたアプリケーション全体をテストしていく。UI をテストしてですね、期待する要素は HTML の要素ですね。存在することはサーチすると。あとはバックエンドラージテストですね。同じような観点でやっていきます。はい。で、ラージテスト手動。で、理想で言えばやっぱラージテスト手動っていうものが、ピラミッドの、まあ、頂点の中の頂点として一番少なくなることがやっぱり理想です。はい。でも、ま、ゼロにはならないと思っています。まあ、これ、人情的にですね、網羅的にやっぱ実施したくなるんですけど、この辺鑑みてですね、できるだけケース検証することが望ましいと思います。とはいえですね、ゼロにすることは難しいと思っていますと。簡単な手動テストを実施するだけで、理想テスト観点が漏れていたことに気づいたことも結構何度もあります。アプリケーション全体としてはこんな感じになるかと思います。ここもね、まあ、ちょっとまあ多少入れ替わるってこともあるかと思うんですけど、理想はこうかなと思っています。はい。はい、まとめ。はい。バックエンドはですね、レアでアーキテクト作業して、まあ、スモールテスト、ミディアムテスト、充実していきますと。ラージテストを、まあ、ちょっと用意しておく。ここは理想的な準ピラミッドに最も近づきやすいそうだと思います。フロントエンドは、今の自分の考えとしては、無理にレアでアーキテクチャは作用しなくていいかなと思っています。リアクトを使っているので、基本的にリアクト上に乗ったらいいと思います。ただし、リアクトのサードライブラリは、英語生成が激しいので注意してください。フレイライト MSW を用いたミディアムテストを主力としながら、関数に切り出せる処理はスモールテストしていきます。結果的に逆ピラミッドにはなりますと。で、全部合体したピラミッドがこちらと。基本的にバックエンドにこうロジック寄ってるっていうふうに考えるとですね、結局のところスモールテストが一番熱い状態を作って、ミディアムがその次に熱い状態を作ることは可能だと思ってます。なので、アプリケーション全体としては、テストピラミッドの、まあ、理想的な形に割と近づけることはできるのかというのが自分の見解です。なので、フロントエンドテストが逆ピラミッドになっているが、アプリケーション全体としてピラミッドになっていれば共有できるという結論です。はい。以上が現実の自分の見解です。まあ、ちょっとそれ違うんじゃないっていうのはあると思うんですけど、コメントいただければと思います。はい。もちろん課題も残っていまして、とはいってもやはりフロントエンドのスモールテストは作ったり、フロントエンドもやっぱり準ピラミッドにできればもっといいかなとは思うので、ちょっと模索していきたいと思います。あと IAC、CDK 使ってますと言ったけど、全然 CDK のテストに触れてないので、で実際のところですね、どうテストをするのが費用対効果がいいのかは、まだちょっとよく分かってないんですよね。なので、ちょっとそれは模索していきたいと思います。はい、こちら参考になります。はい、本スライドは、マープっていう、その、マークダウンでスライドができますっていうツールを使わせてもらってます。あと、Q ドライを、今なんかダイヤグラムスネットっていうのが名前変わってたんですけど、そこで、削除させていただきました。はい、終わりです。はい、ありがとうございました。